松野官房長官は昨日都内で開かれたシンポジウムで拉致問題解決のため岸田総理大臣と金正恩総書記の会談実現を目指す考えを示しました。すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて政府一丸で全力で取り組んでまいります。シンポジウムは昨日から北朝鮮人権侵害問題啓発週間が始まったことを受けて開かれました。松野長官は明るい未来を描くためには我が国が主体的に動きトップ同士で関係を構築するほかないと述べ岸田総理と金総書記との会談実現を目指す考えを示しました。また拉致被害者横田めぐみさんの弟で家族会代表の拓也さんは全拉致被害者の即時一括帰国を訴え岸田総理が金総書記に働きかけるよう求めました。